皆さん、こんにちは。伊藤塾塾長伊藤誠です、えー。受験生の皆さんへのメッセージ、第146弾になります。えー、今日は、小試験合格祝賀会が神戸であるものですから、その前に収録をさせていただいています。えー、来週は東京で、えーまあ、東京安米クルーズなんですが、今日は神戸港クルーズ、えー。本当に小試験頑張って合格された皆さんたちと一緒に喜びを分かち合いたいと、えーまあ、楽しい時間を過ごしていきたいなというふうに思っています。 さて、えー、今週月曜日敬老の日から始まったこの1週間なんですがうんいろいろと人の生き死にを考える1週間私にはそんな1週間でした、まあ、最初の、まあ、敬老の日、えー、エリザベス女王の国葬ありましたよねうんで本当にもう、まあ、これが国葬なんだという本当に、まあ、ある意味ではイギリスの過去の 栄光も含めて、まあ、これは植民地支配の光と影それを本当に考えさせられるようなそんな国葬だったように私は思いました。 そしてイギリス連邦を統合していくそのためには、やはり、うん、ああいう君主制そして女王や国王という権威がやっぱり必要なんだなというそのイギリス連邦という過去の歴史の中で、えーまあ、イギリスはそういった君主制を続けているんだということ、まあ、それがよくわかりました。でこれがあ でその月曜日であったわけですけれども、であの国葬を見ながらやっぱり亡くなった方があのように惜しまれている、そして多くの方々に見送られていくということはやはり、うん、人々の役に立つ仕事をしっかりされてきたんだろうなというふうに思います、まあ、それにしてもピンピンコロリの典型のような亡くなり方で、えーまあ、すごいな、最後まで本当にすごいことなんだなというふうに思いました。 数日前に、ね、新たなショートラス首相の任命というので、えーまあ、映像では元気なお姿に見えていたわけです、それが、えー、あのように急にいってしまう、えーまあ、そういう意味では本当に最後の最後まで、えー、公務お仕事をされていたということですから、まあ、それも含めて、えー、この長い70年間のお仕事も含めて多くの国民に愛されてきた、それはことばを変えれば、人の役に立つ。 そういう仕事をしっかりしてきたということの表れなのかなというふうふにも思ったりしました、えー、同じ月曜日なんですが9月19日、えー、こちらの日は7回目のば安保法制強行採決された日ということになります。 で2015年の9月19日、支、えー、安保法制法これが強行採決されてしまいました、まあ、法的には戦争法と呼ぶのが正しいと私は考えていますが、まあ、その後、うん、この安保法制、違憲訴訟というものを全国25の裁判隊で、えー、提訴して、えーまあ、戦っている最中ではあるのですけれども。 まあなかなか裁判所が明確な憲法違反、判断をしてくれていない、まあ、そんな中でもとにかく戦い続けていくこと、絶対にこれは忘れないということは大切だと思って。 でまあ訴訟を展開しているわけなんですが来週月曜日には東京高裁での差し止め訴訟の最終弁論があります、まあ、私も15分ばかりまあ弁護士交代しながらなんですが私も15分ばかり話をしていきます五南方法制の意見性とそれから裁判所の役割について、えー、しっかり裁判所に訴えていきたいというふうに思っていますが五、まあ、南方法制の問題まあいろいろな問題をこう訴訟を提起する上でまた訴訟を継続している上でいろんなことをこう 学んで、まあ、読んんでで読だりり人にに話を聞いたすするんですが本当に戦争というのは、まあ、究極はやっぱり人を殺し殺されるそれが本質なんだ、決して何かこう栄光だとか輝かしい名誉だとかそういうものとは本当に無縁なんだなどうしてもねやっぱり戦争になると映画あのトップガンの映画もそうかもしれませんけれどもがか,かっこいいそして、えー、こう憧れてしまうところが若干ないわけじゃありません。 ですがその本質はやはり人を殺すことそれが戦争の本質なんだということを本当にえまあ実感しますですから、だからこそ戦争始まってしまうとこのウクライナの戦争の様子を見てもそうですが一旦始まっちゃうともうこれは本当に止めるのが難しいということになりますからだからこそ絶対に戦争を始めてはいけない。 それが何よりも大切ななことだなとだ思います攻められたらどうするんだ、まあよく言われますけどねいやいや、攻められる前に攻められない国にそれにはどうするかそこにとにかく最大のエネルギーを注がないとだめでしょうというふうにも思います。 そのウクライナの戦争ですけれども、えー、まあプーチン大統領が予備役、予備兵の皆さんたちに対して動員令を出したそうです、まあ、それによって出国、まあ、とにかく、ね、動員されたくないその前に外国へ逃げないとという出国をされる皆さんたちが随分と増えているそして、そのい、まあ、わば難民の形になろうかなと思うんですがそれをドイツはまた大勢引き受けるとこう言っているそうです。 医療従事者の方にもこの動員令が出ているというふうにも聞きました人の命を救うために医療者になったにもかかわらず人を殺す戦争の手助けをしなければいけないどういう思いでこの医療従事者の方が戦地に赴くのかまたその戦争に参加していくのかというふうに思うととてもつらいものがあります 医療従事者という点では昨日なんですが、医療者日本の,その医療者の皆さんに、えー、憲法の話をしてきました医療従事者と憲法というのは特にこのコロナの中で特にその憲法との関わり憲法と医,が医療というものの関わりが非常に強くなってきたなとも思うんですね。 もちろん医療ですから福祉に関わることでもありますけれどもそれと同時にやはり幸福追求権それから自己決定権何よりも命を守る命を大切にするという意味で個人の尊重憲法13条にも直結するそんなお仕事かなと思いますでこの医療従事者の皆さんたちは憲法を学ぶということそしてそれを日々のお仕事の中で実践するということは極めて重要なことだと私は思っているんですね医療者とそれから弁護士というのはいろいろ似ているところがありますが 一つの共通点として、えー、人の不幸を飯の種にする、まあ、それはあ医療者とそれから弁護士よく似ているところがあるかなと思うんですね、まあ、ちょっと、ね、人の不幸を飯の種にするなんてそんな言い方表現の仕方です。がどうかは別にしてもだからこそ というかな人の弱みにある意味ではつけ込むことができちゃうそういう仕事でもあるのかと思いますだからこそ高い職業倫理これが求められるのが医療従事者とそれからまた弁護士などを放送なんだろうなというふうにも思うんですねそういう高い職業倫理が求められる法律家弁護士として本当に活躍をされてきた上柳敏郎弁護士が急に亡くなりました この火曜日に日弁連で会議をやってたんですね憲法問題対策本部というところの会議をやってたんですがその会議のさなかに岩永先生が救世された亡くなったという方が一報が入ったものですからもうみんな一度絶句をしました。 上柳先生は日面連の憲法問題対策本部でも事務局長などをされたりだとか本当に実務面を担われてきた方なんですが上柳先生は私の一つ上なんですね65歳で弁護士の木も一木上なんです東大卒業されて卒試験に受かって東大卒業されてそれから弁護士になってそれからアメリカ留学されてニューヨーク州の資格も持っていますですからまさに国際弁護士としても活躍をされている また金融商品取引法だとか会社法だとかその本も書かれてその道でもエキスパートであると同時にこの憲法問題だとか人権問題だとかあとはスポーツの関連ですよねそのスポーツ法学だとかそちらの方にもいろいろと参加をされてきた本当にまあこれまでさまざまな場面のところで活躍をされてきた方なんですね。 また、国際弁護士との活躍その一環としてアジアの法律家との協力をしていくそしてまたアジアにおける法整備支援日本ができる法整備支援そんなところも一生懸命やっておられました。 でヒューマン・ライツ・ナウという団体で、えーまあ、私と一緒にいろいろとお仕事をされたりだとかいろ、まあ、んな形で本当に企業法務の世界、まあ、大きな企業の顧問弁護士もされていましたしそして一方で、うん、この人権問題などに本当に平和の問題人権の問題に深く関わってこられたそんな弁護士なんです。 何となく、ねえー、若い皆さんたちにしてみれば人権派の弁護士と企業法務の弁護士なんてねなんかこうビジネスロイヤーと人権派の弁護士はなんかこう分けてしまうような区別してしまうような人が時々いるんですがそんな区別をする人は全くありません皆さんが大手の事務所に入りそして企業法務の法律家としてまた国際弁護士として活躍をすると。 その、えー、また一方でそういった人権問題だとか環境問題だとか地球の問題だとかそういった問題に、えー、一生懸命、えー、携わっていくということ、まあ、これは十分両立できることなものですから。 そういう、ねまあ、ある意味では自分のやりたいことを堂々と一生懸命やっていっていただければなとそんなふうに強く思います、まあ、このように本当に大切な人が急に亡くなる特に私の場合には私よりも1つ上なものですからね自分と世代が同じような方そして身近に一緒に仕事をして,て活躍をされた方が急に亡くなるというのは。 本当に辛いことです上柳先生も1ヶ月前の会議なんかにもすごく普通に元気に参加されてたんですねそれが急にご病気で亡くなってしまいました、まあ、そういうことがあるんだなと本当に思いますなのでそういう思い、まあ、そういう、ね、人の生き死に,に接する中でやはり自分も今生かされている今この一瞬一瞬を本当に大切にしながらどれだけ人の役に立てるのか まさに自分が生きるということの意味の一つがうん人の役に立って誰かの幸福幸せに少しでも役に立てたら、まあ、自分が生きたということの意味がちょっとはあるのかなと思っています今まで以上に一瞬一瞬を大切にそして人の役に立つ人の幸せに少しでも貢献できるそんな仕事をしまた毎日を過ごしていきたいと本当に思いましたさて、えー それではメッセージというかな、えー、試験別なんですけれども小試験の受験生皆さんへ、まあ、そんなわけで、まあ、今日え合格試写会来週はあ東京で合格試写会を行うんですが、えーまあ、残念ながら 発表でね、ちょっと名前、番号がありませんでした。来年頑張ります。という皆さんも大勢いらっしゃいますよね。そんな小試験受験生の皆さんへ、来年の2023年合格戦略、小試験合格答案分析会と、まあ、例年行っているものなんですが、岡崎講師にこれを担当していただきます。 26日月曜日の18時からウェブで配信を開始いたしますので、ぜひ見ていただければと思うんですね。えー、まあ伊藤塾の大きな特徴は、再現当案の蓄積、それが膨大な蓄積がある、そしてそれを分析して、何が合格の要件なのか、それを明確に示せるというところが、まあ、伊藤塾の特徴なんですけどね、まさに貴重な財産でもあります。 でこれをいち早くこの無料公開講座で再現答案を用いながら合否のポイントそれの解説講義になりますのでぜひ聞いていただければなと思うんですね。 また現在予備試験の論文発表待ちだという方もいらっしゃると思います。そんな皆さんは合格して来年、司法試験待ってるわけですから、来年の司法試験の準備という意味でも、ぜひこれも聞いていただきたいなと思うんですね。今年の司法試験の問題、これをちょっと自分で解いてみて、その後、ぜひこの検討会参加していただければというふうに思います。 それから来年の2023年小試験に向けた小試験トーレンパックというものこれは第1の割引期間が9月30日までとなりますので、まあ、このトーレンパックもぜひ有効ですから活用していただければと思っています。 それから法科大学院の入試頑張ってくださっている皆さんたち慶応の合格発表が9月13日にありましたで早稲、まあ、田の入試などもあり一応私立大学のロースクールの入試が一段落したかなって感じなんですねでこれからまさに国公立のロースクールの入試に向けて頑張るということだろうなと思いますが大学法科大学院別の法律科目論文模試ですね論文の模試、えー 東京大学編とか京都大学編の教材を今週の9月20日より発送をしています、えー、まあ各大学の世代傾向に合わせた問題模試なものですからぜひこれ挑戦していただきたいと思うんですね、まあ、東大の場合にはこのマス目のお答案で、まあ、そこも特徴的ですからそれも再現していますのでぜひこの模試大学別の模試も有効活用して本試験本番のシミュレーションとして有効活用していただければと思います 公務員試験の受験生の皆さんへは、今年10月から国家総合職省庁研究ゼミ、これがスタートします。 えーまあ、この省庁研究ゼミというのは内定を獲得した先輩の皆さんたちが、まあ、普段はなかなか聞けないそのお、まあ、内定に至るそのお具体的な官庁訪問の対策これを月1回のペースでゼミを行っていくんですね今,今年は外務省、警察省経産省をはじめ全部で9省庁のゼミこれを実施いたします。 通常の、ね、各省庁のオフィシャルな業務説明会ではなかなか聞けないところいろんな情報もここから入ってきますからまさに内定者だからこそ皆さんに伝えられるそんな情報もあるかなと思いますまた個別に話ができるそんな機会もあるようです伊藤塾の本科生であれば皆さん参加できますのでぜひこれ参加して。 えー、自分の将来の夢のイメージ、それを具体的に作っていく、えー、そんな素材にしていただければなと思います。えー、10月から国家総合職、官、え、庁、ー、研究ゼミ、あん、省庁研究ゼミ、これはスタートしますので、えー、まさにね、後輩の官庁訪問対策のゼミであります。えー、先輩がこれ担当してくださいますので、ぜひ参加していただければと思います。少々のの受験生の皆さんへは こちらはですね関信敏講師による「えー、卓越過去問ブラッシュアップ講座」というものをこれ10月に行うんですけれどもこれのちょっと紹介です。 えーまあ、膨大な量の過去囲、まあ、過去問は、ね、隅から隅まで全部やればいいという話はありません、特にこの小書紋の試験ですと、無駄なく効率的に本当に必要な過去問を厳選して勉強する、それが重要なポイントになるわけです、伊藤塾でも小書紋卓一式厳選過去問集というものを販売しているんですが、これを効果的に効率的に使う、そのための講座と言っていいかなと思います、えー、また、区過去問ブラッシュアップ講座なんですけどね。 単に過去問の問題を解くだけではなくて関連する知識だとか間違いそうな勘違いしそうなところだとかそういったポイントをまさに講義をしてくださいます類似の知識の整理なども含めてまさに過去問を通じながら知識の整理ができるそして必要な知識を身につけることができる講座なものですからこの関講師のこの講座はぜひおすすめです、まあ、開講は10月18日ということになるようですホームページなどで、ね、ぜひ確認してみていただければと思います 行政書士の受験生の皆さんには10月2日の日曜日開催予定の明日の行政書士講座です、まあ、今回は未来につながる親愛信託貢献制度の可能性ということで2人の女性の行政書士をお招きしての明日の行政書士講座です松尾陽子行政書士梶原由美ゆ子行政書士のお二人に お話をしていただきます、まあ、実際の現場の状況、この仕事を選んでどうが良かったのか、まあ、逆に困ったことなどを含めながら、また実際の報酬の話なども伺えるようです、女性行政書士の実態というところを包み隠さず、まあ、お話ししていただけるということもあるものですから、ぜひこれも参加していただければなという,ふうに思います。さて今日はこここままでしたいいと思います、まあ、これから神戸 小祝賀が合格祝賀会、えー、皆さんと本当に楽しい時間を過ご,す過ごしていきたいという,ふうに思っています、まあ、台風は大丈夫かなと思うんですけどね、まあ、この季節ですから、なかなか微妙なんですがあ、いい時間を過ごしていきたいなと思っています、まあ、皆さんもこの1週間、えー、元気で過ごしていただければと思いままます頑張りりりししょううう今日はどうもありがとうございました終わります。